難しい。法律用語とか出てきて、もうちんぷんかんぷん。もっとわかりやすく説明してくれればいいのにな。でも、危険運転の裁判としては、かなり特殊な印象を受けたわ。特殊な印象ですか？私の知ってる裁判では、こういうケースの場合、被告人はお酒を飲んでいないとか、危険運転には該当しないと主張するものがほとんどで、運転の事実そのものを認めないというのは、私の勉強不足かもしれないけど、正直聞いたことがないわ。難しい裁判で皆さんにはご苦労をおかけします。用語が難しくてわからないという意見が長沼さんから出ましたが、よくわからなかった言葉などあれば解説させていただきますよ。小休憩中ですので、あまり時間はかけられませんが、はーい。指の位置がほんと気になる。警察官の人が言ってたんだけどさ、呼気1リットルにつき 0.80mg って何のこと？お酒のアルコール濃度よね。ほら、警察がよく酔ってる人に対してする検査よ。ああ、あの風船膨らませるやつ？やったことあります。見たことあります。黙っている。やったことはないな、私も。見たことがあります。これを選択します。見たことがあります。風船みたいな袋に思いっきり息を吐くんですよね。そうそう、それそれ。ちょっと笑顔が可愛いのよな、この子。経験のある方もいらっしゃるかと思います。道路交通法では、呼気、つまり吐いた息のアルコール濃度が、1リットル中あたり 0.15mg 以上の場合を、酒気帯び運転と定めています。ちなみにこれは一般的にというと、ほろ酔いでいい気分の状態ですね。0.15mg でほろ酔い。じゃあ被告人の 0.80mg というのは、泥酔、酩酊状態だったと言っていいでしょうね。基準を大きく上回っています。被告人もよくもそこまで酔っ払えたものね。こんな状態で10分も運転できたことの方がすごいわよ。他にわからないことはありますか？じゃあね、規範意識って何？規範意識とは、マナーや道徳を守ろうとする意識のことですね。じゃあ、規範意識の低さがどうとか言ってたのって、要するに被告人はマナー違反の悪いやつだって言ってたのよ。ああ、わかりやすい。いえ、それはちょっと極端すぎますが。あ、用語がわからないとかではないんですが、俺からも質問していいでしょうか？ええ、もちろんです。どうぞ、藤崎さん。
告人の部下という男性が傍聴席にいましたよね。あー、いたよね。突然、あの男よ、なんて言うからびっくりしちゃった。そう、あの部下の男性、大島さんでしたっけ。事件の当事者が傍聴席に行ってもいいものなんですか。基本的には傍聴は自由ですので問題はありません。そうですね。ただ事件に対して感情的に法廷で騒ぎ立てるような方には残念ですが、私の権限を持って退廷していただく場合もあります。ちなみにそれは僕たちにも当てはまるってことですか。よほどのことがあった場合にはその方を解任させていただき、補充裁判員の方を新たに裁判員に選任することはありえますね。気をつけなさいよ、あんたたち。感情的に騒いだりして解任なんてことになったら恥ずかしくてしょうがないわよ。そんな人いるのかね、過去ね。返事なし。何よあんたたち、急に黙って。古本、まもなく時間のようですね。ではそろそろ法廷に戻りましょうか。なんで今みんな黙ってたんだ。この後は弁護側の冒頭陳述から始まります。やっとあの女社長の言い分が聞けるわけね。なんだかドキドキするね。こっちみんな検察側の主張に対して被告人はどんな風に主張するんだろう。それでは開廷します。弁護人、冒頭陳述をどうぞ。弁護側、冒頭陳述。弁護人が証拠により証明する事実を述べる。はい。弁護人の冒頭陳述、つまり被告人の主張がこれから始まるんだ。罪状認否でも触れましたが、弁護人は被告人加賀谷和子さんの無罪を主張します。弁護側は被告人の無罪を以下の2点を中心に主張します。まず第一に、被告人の加害車両に同乗していた大島さん、彼の供述には合理的な疑いがあるということです。本件には目撃者がおらず、また事故の当事者である被告人が当日泥酔状態だったため、事故に関する正確な供述ができない状態にありました。つまり警察の実況見分による事故の状況把握、そのほぼすべてが車に同乗していた大島さんの供述に依存していました。被告人は泥酔状態だったため供述は信用できない。男性はまともに話せる状態で理路整然としていた。ただそれだけの理由で
検察官は大島さんの供述を信用し、被告人の訴えを退けてきたのです。目撃者がいないか、そういう事件は警察も確かに捜査がやりづらいんだろうな。事故の目撃者を探していますという看板をよく見るけど、あれってこういう事故のための看板なんだな。つまり被告人が運転していたという、大島さんの供述そのものが虚偽であり、あたかも被告人が加害車両を運転していたかのように見せかけた。偽装工作が行われた可能性は否定できないのです。大島さんの証言が虚偽で偽装工作が行われた、そんなことはありえない。その可能性はある。わからない。選択します。わからない。どうなんだろう、わからないな。ここで判断するのは早すぎるのかもしれない。この人が犯人、実は犯人だったっていう風な展開にはなるのかね、このゲームは。逆転裁判みたいにね。もっとしっかり話を聞かないといけないな。第2に被告人の規範意識についてです。検察官は被告人の規範意識の低さを主張していました。被告人は確かに約1年前に飲酒運転で罰金刑を受けています。しかしそれから今日に至るまで被告人は飲酒時の移動の際にはタクシーを利用したり、同席した部下の方に運転を頼んだりするなど、同じ過ちを犯さぬよう手を講じてきたのです。このことからも被告人の規範意識はむしろ高いものであり、過去の飲酒運転を深く反省していると弁護人は主張します。二度と繰り返すまいとしてきた被告人が泥酔という極めて危険な状態で果たして車の運転をするでしょうか。検察側の主張には合理的な疑いがあります。被告人は以前捕まってからは反省してたってことか。よって弁護人としては、事件当日に加害車両を運転していたのは大島さんであり、事故を引き起こしたのもまた大島さんであったと推察します。事故が自らの社会的地位に与える影響に恐怖した大島さんは、助手席で被告人が泥酔しているのをいいことに、とっさに運転事実の偽装を行い、被告人に罪をかぶせたのだと考えています。以上の可能性を否定する合理的な証拠もなく、それをもって弁護側は被告人の無罪を主張します。弁護側陳述要点結論、大島さんによる事故。
以上です。ここまで検察側と弁護側の主張を聞いたけど、検察側が正しい気がする、弁護側が正しい気がする。よくわからない。まあよくわからないだよね。よくわからない。今の段階では結論はとても出せないな。まあまだ1日目だし、これから出てくる証拠を見ながらじっくり考えよう。それでは、各事実を証明する証拠を取り調べましょう。証拠調べ請求。裁判所に提出する証拠を列挙する。検察官の証拠申請に対し、弁護人は何か意見がありますか？すべて同意します。わかりました。証拠書類の取り調べ方法については、弁論前整理手続きで決めたように、要旨の告知でよろしいですか？はい、結構です。では検察官は要旨を告知してください。ではまず、事故現場の状況を裏付ける証拠について説明します。現場に赴いた警察官作成による実況見分調書です。調書内の現場見取り図によりますと、大峰街道を練馬方面に走行していた加害車両は、8月11日の午前1時ごろ、練馬区本町付近で対向車線に大きく進入し、両車両は接触しました。接触後、加害車両は歩道脇の電柱に衝突し、加害車両は車道の脇のぬかるみに進入し停車しました。なお現場は事故発生前まで雨が降っていましたが、事故直前には雨は止んでいました。事故現場の周辺状況や前提条件などがこの証拠により明らかです。事故の発生は深夜1時か、人通りのない通りだったら目撃者がいないのも納得だな。証拠品実況見分調書をファイルしました。証拠品現場見取り図をファイルしました。次に、現場に赴いた鑑識官による写真撮影報告書について説明いたします。事故後の加害車両および被害車両の状況を写したものであり、事故による被害の程度がこれによって明らかです。あ、被告人の車、どうした？ YK3000 だ。どうされました？蓮見さん。いえ。なんでもありません。車が好きなのかしら、この人。古本。被害車両の車内時計は0時59分で停止しています。5
これは事故の衝撃により時計が停止したためであり、事故発生の時刻がこの証拠により明らかです。証拠品写真撮影報告書1をファイルしました。証拠品写真撮影報告書2をファイルしました。また先ほどの現場見取り図からも分かるように、警察救急の到着時、加害車両の運転席側周辺には足跡は一切残っていませんでした。また助手席側に残っていた足跡は鑑定の結果、サイズ 27.5cm の紳士靴用のものであると判明しています。これは被告人の車に同乗していた大島さんの靴底と一致しています。また歩幅や歩き方の癖などを分析した結果も同様に、身長が150センチである被告人のものではなく、身長183センチの大島さんのものであると推測できます。つまり現場には被告人が事故当時履いていた靴の足跡はなく、したがって被告人が事故後一歩も加害車両から降りていないことが明らかです。難しくてちょっと分かりにくいけど、現場に残っていたのは大島さんの足跡だけってことか。証拠品鑑識結果足跡をファイルしました。次に被告人による供述を記録した供述調書の内容を説明します。被告人は犯行自体は否認していますが、次に提出する2点の証拠については認める供述をしています。証拠品被告人の供述調書をファイルしました。2点のうち、まず被告人が車両の運転をしていた事実を裏付ける証拠を提出します。加害車両の車内見取り図を見ていただければ分かる通り、加害車両の運転席はシート位置、ミラーの角度ともに被告人の体格に合わせて調整がなされていました。これは被告人が日頃から運転時に調整する状態であり、この点については被告人も認めています。証拠品車内見取り図をファイルしました。次に通報を受けた警察が現場に到着した際に、運転席にいた被告人が履いていたパンプスを提出します。これは被告人が日頃から運転時に履き替えていたもので、加害車両内に常備されていたものです。事故当日被告人がパンプスに履き替えていたことは被告人も認めています。証拠品運転用のパンプスをファイルしました。被告人は犯行のすべてを否定していると思ってたけど、認めている部分もあるんだ。運転席のシートとバックミラーの角度は被告人がいつも運転するときの状態に
強制されてたっていうこと。被告人が運転席で発見された時、履いていたパンプスは間違いなく被告人のもので、車内に常備されていたこと。この2点については争っていないんだな。次に救急の到着時、被告人が運転席にいたという証拠について説明します。車内で目を覚ました大島さんが通報した際の所轄消防署署員作成の出動記録です。これによると通報出動が午前1時30分、その5分後には警察、救急ともに現場に到着しています。到着の際、運転席で泥酔していた被告人を発見しています。このことからも被告人が加害車両を運転していたことは明らかです。証拠品出動記録をファイルしました。次に被告人の泥酔状態を示す証拠について説明します。被告人が事件当日飲酒をしていたバーシエル練馬において、注文を受けた際に記入されたバーの伝票です。証拠品バーの伝票をファイルしました。この証拠には提供されたアルコールが1杯単位で記入されているため、被告人が当日摂取したアルコールの分量がこの証拠により明らかです。次に事故現場から病院へ搬送中に目を覚ました被告人に対する現場警官作成の酒酔い鑑識カードについて説明します。呼気検査の結果、被告人の呼気アルコール濃度が1リットルあたり 0.80 ミリグラムという極めて高いアルコール濃度を示しています。これは酒気帯び運転の基準である 0.15 ミリグラムをはるかに上回っているものです。言動は乱暴になり、口調はろれつが回っていなかった様子。また泥酔状態のために立ち上がることも困難だった様子が明確に記録されています。証拠品酒酔い鑑識カードをファイルしました。証拠書類及び証拠の提出は以上です。加えて証人2名への尋問をしたいと思います。なるほど。検察官の提出した証拠でいろいろなことが分かった。ちょっと整理してみる必要があるかな。整理する、整理しない、アドベンチャーゲームだとよく整理するけどね、今回は整理はしません。特にわからないことはないし、整理する必要はないかな。弁護側、証拠について意見はありますか？特にありません。弁護側から控訴事実について提出する証拠はありますか？はい、証拠等関係カード記載の通りの証拠を申請します。検察官、ご意見は？同意します。
証拠書類の取り調べ方法は、公判前整理手続きで決めたように、用紙の告知でよろしいですね。しかるべく。しかるべくっていうの好きだね、この人。それでは弁護人、用紙を告知してください。はい。弁護側は、被告人が1年もの間、運転を自粛していたという証拠を提出します。これは飲酒運転の罰金刑の後、移動の際に利用したタクシーや代行などの領収書です。証拠品、タクシーなどの領収書をファイルしました。次に、現場の車内から発見されたピンヒールを提出します。検察官はパンプスは運転のためと主張していますが、被告人がパンプスに履き替えたのはかかとが折れたためであり、運転をするためではありません。証拠品、ピンヒールをファイルしました。証拠書類及び証拠物は以上となります。本日の公判はこれで終了となります。この後、裁判官と裁判員による評議を行い、明日の公判では、検察側証人として被告人が飲酒したバーの従業員、そして事故当日に被告人の車に同乗していた部下の大島さん、2名の証人尋問と控訴事実に関する被告人質問を行います。被告人の車に同乗していた大島さん、彼も明日この裁判の証人として出廷するのか、その後の評議で判決内容を確定し、あさっての公判で判決の言い渡しを行う予定です。被告人、よろしいですね。はい。それでは本日は閉廷し、評議に移ります。